これはどこへ行って、すごくいい印象です。ここの最初の3日間はキャンプに行くための、準備といいますか、少し選手たちのオフ明けの状態もですね、新しい選手たちもいるんで、状態をしっかり確認して、少しキャンプの準備という形で考えてます。その中でフィジカル的な内容もありますけど、当然ボールを使ったですね、戦術的な練習も少しずつ入っていくという感じです。
まだ始まったばっかりなんで、まあ、まだまだですけど、まあ、少しずつこう彼らの、まあ、特徴、うん、まあ、プレーの特徴もそうだし、まあ、人間的なね、その性格面での特徴みたいなのをつかみながら、まあ、伸ばしていければなっていうふうに、あとはチームに融合させられればなっていうふうに思ってます。